アメリカ合衆国の女優である。1991年、オクラホマ州タルサに生まれる。中国人の父親とアメリカ人のハーフで、母方からは、チェロキー族の血も引いている。日本語表記では、マレスと表記されることがあるが、実際には、マリースの発音である。6歳の頃に、子役として、テレビ番組のバーニーフレンズへ出演。 2000年代初頭から本格的に女優としての活動を始め、2007年にブラッツで映画デビューし、2009年には屋根裏のエイリアンへも出演した。翌年の2010年にはジェシー・アイゼンバーグが Facebook の創設者マーク・ザッカーバーグを演じたソーシャルネットワークへ出演。近年ではテレビドラマシリーズバンパイア・ダイアリーズや2004年から2007年まで、 出演した児童向けテレビシリーズ、アンファビュラスなどで知られており、アンファビュラスでは2005年、2006年、2008年にヤングアーティストアワードのアンサンブル賞へノミネートされた。現在は女優として以外にも歌手、シンガーソングライターとしても活動している。ありがとうございます。